どうもこんにちは、本田です。それでは今日はこの問題やっていきます。リミット N 矢印無限大 2N プラス 1×AN イコール5を満たす数列 AN について、リミット N 矢印無限大 AN を求めてください。これはどうやって考えればいいのか。今回は AN の極限を聞かれているから、条件式の 2N プラス1の部分は邪魔だよね。こういう時は この条件を無理やり使うために極限の式の AN に2N プラス1を無理やりかけよう。すると条件に合わせた部分は5にできる。ただし 2N プラス1を勝手にかけたらまずいから、 2N プラス1分の1で帳尻合わせをしよう。するとこの部分は無限分の1で0になるから、総合的に見て AN の極限は 5×0 で0が答えになる。結局条件を使わないと前に進めないから、 AN の極限の式を無理やり条件を使える形に調節しよう。ではリミット N 矢印無限大 3AN-1 分の AN プラス2イコール5の時の AN の極限、これはどうやって考えればいいのか。これは1問目のようにはうまくいかないよね。そこで条件式の中身をBN で置いてみる。これがこの問題の肝。つまり BN の極限は5になる。そしたらこの式を変形して AN イコールの形にしよう。分母を払って式を整理するとこうなる。ここで両辺を 3BN-1 で割りたいんだけど、 3BN-1 が0になったら割ることはできない。ということで先に 3BN-1 が0になる場合を考えよう。3BN-1 が0の時は BN は3分の1になる。ところが実際 BN に3分の1を代入すると成り立たない式ができるから、 3BN-1 は0にならないことがわかる。ということで安心して両辺を 3BN-1 で割ると AN イコール 3BN-1 分の BN プラス2になる。 AN を BN を使って表せたから極限を取ろう。ここで BN の極限は5だから、 AN の極限は 3×5-1 分の5プラス2で2分の1。これ答え。この問題は条件式が利用しにくいから BN に置き換えることによってコンパクトにまとめる。そしたら AN を BN を使って表すことによって条件を利用しよう。今日の動画内容をまとめると、1問目は無理やり条件の形を作って調節する。2問目は条件式の中身を BN で置いて AN を BN を使って表そう。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。